경호가대 앞 등 각종 의약품들을 생산하고 있습니다. 뉴스 오츠다시다. 최근의 연구소에서는 世界が敬愛する最高指導者金正恩委員長を高く称えています。メキシコ人民社会党中央委員会書記長は金正恩委員長の優れた導きのもと、諸村は自衛の国防力を盤石の形に置き、国の自主権を守るための戦いで大きな成果を収めていると述べました。チェコスロバキア共産党中央委員会副書記長は、尊敬する金正恩委員長の導きがあって、朝鮮では偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の聖なる革命活動の歴史が変わることなく続いていると述べました。ウクライナ戦軍の霊剣地下思想研究会会長は、金日成金正恩主義の旗のもと、朝鮮人民は金正恩時代に勝利だけを轟かせるだろうと述べまして、ゴンゴ民主共和国の青年地下思想研究会会長は、北東の意志と胆力、いかなる大敵にもびくともしない比類のない胆力と卓越した指導力を持つ21世紀の太陽金正恩委員長がいて、朝鮮は遠からず社会主義強国として光り輝くだろうと述べまして、共和国の反平北道で新しい土地獲得運動が力強く展開されています。島内の地軍では流出した耕地を復旧するなど、いろいろな方法で新しい土地を得ています。旧耕地や木の育ちが悪い区域を全面的に調査したのに基づいて、新しい土地獲得運動を大衆挙げての運動で展開しています。それで6ヶ月という短期間に5420ヘクタールの新しい土地を得まして、新しい土地の登録も締めくくられまして、共和国のウォンサンカルマ海岸観光地区の建設現場で緑化が進んでいます。現場の指揮部では、緑化を海岸観光地区の特性に合わせて行うよう綿密に取り組んでいます。朝鮮の国樹である松の木をはじめ数十万本の木を植え、数十万平方メートルのグリーンベルトを作った建設者は、現在周辺の景色にマッチするよう鑑賞価値のある花の木と草花を植えています。都市経営省遊園地総局などでは、数千本の漁師の木と花の木を現地に送りまして、共和国各地で自然エネルギーによる電力生産に力を入れて実益を得ています。科学技術伝道とモンラン官民会社では、自然エネルギーによる自家発電能力を調整し、国家電力ネットと有機的に結ばれた系統並列型の太陽光発電システムを取り入れて、生産された電力を効率よく利用しています。新下郡農業機械作業所では、新下川をせき止めて自家発電した電気を旋盤回しや溶接などの作業に利用し、数十戸の従業員の住宅にも供給しています。コプン郡リョンデリでも水車と発電機を設置して電力を自力で賄っています。その他にも、ムンチョン市食品工場、チャンガン郡郵便局、トンチョン郡土産共同農場など、多くの工場、企業、共同農場で、自然エネルギーによる自家発電に力を入れています。これは、電力の増産に少しでも寄与しようとの公民の自覚のなせる技で、川ごとにいろいろな発電設備を取り付けて電気を生産していることをそのまま見せるものです。共和国のアパレル研究所で春の趣をそそるハイセンスな服装デザインを数十点出しまして、春の服装デザインで特徴的なのは、洋服とジャケットをはじめ紳士服のスタイルだけでなく、薄グレー、薄ブルーなどバリエーションに富む明るい色使いでスマートな着心地を与えることです。そして女性の趣味とスタイルにマッチする優雅でおしゃれな洋服とブラウス、ワンピースもデザインし、衣服の仕立ての企画化にも工夫を凝らしています。現代感覚と人民の感情に合うバリエーションに富んだ服装デザインは人々の好評を博しています。
10日、スイスの除損委員会と知的層研究会が共同声明を出して、過去、日本帝国主義が除損人民に犯した反人民の罪を糾弾しました。声明は、今から75年前の1945年3月10日の米軍の東京大空襲の際、日本に連行された除損人のうち、多くの死者が出たことについての除損人強制連行被害者遺族協会スポークスマンの談話が発表されたことに触れまして、そして日本政府は全ての除損人強制連行被害者とその遺族に徹底的に謝罪し賠償し、除損人の遺骨を皆探して遺族の意思通りに安置するための実践の措置を取るべきだと述べまして、以上をもちましてこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は新ヨンギルでした。こちらは除損の声放送です。ある国の言論人が出した結論、人民という肥えた土地に根を下ろしたので、朝鮮はいかなる大国も持つことのできない大きな力と永遠の生命力のある人民の強国だ。これは数十年この方朝鮮と縁を結んできたネパール記者協会のマンジュラトナ・サキア会長が話したことです。サキア会長が朝鮮についての全面的な研究を始めたのは1960年代からでした。大学を卒業して記者の道を選んだサキア会長は、朝鮮についての少なからぬ記事を出しました。世界を驚かせる奇跡と変革をもたらしている朝鮮は一体どんな国だろう、このような朝鮮の指導者はどんな方だろうというのがサキア会長の記事のテーマでした。訪朝して共和国の現実を目の当たりにするほど、その驚きは大きくなる一方でした。1979年6月、サキア会長は共和国のある地方都市で偉大なキム・イルソン主席に会いました。キム・イルソン主席は経済問題についての重要会議を主導する途中、わざわざ時間を割いてネパール記者代表団に会ったのです。後日サキア会長は主席に会った時の感動をこう披露しました。今まで多くの国を訪ねてみたが、このように国の発展と人民の幸せのために一企業のイノベーションに至るまで現地で指導する指導者に会ったこともなく、そんな話を聞いたこともない。主席との接見が終わると代表団の皆が、キム・イルソン主席は単に国家指導者ばかりでなく偉大な偉大なまた偉大な指導者である、全世界が幸せになれる唯一の方だと口を揃えた。2000年代に入ってもサキア会長の訪朝は続き、記者の目からの投資はやみませんでした。敵対勢力の必要な封じ込めとプレッシャーを戦軍政治で断固跳ね返し、人民の幸せのための現地指導、平和を守るための道を歩み続ける偉大な金正恩総書記、まさに総書記は人民の運命の守り手、幸せを創造する神様も同じでした。それでネパール記者協会は金正日総書記を名誉特別会員として登録し、世界で一番先にネパール国際平和賞を授けました。訪朝の過程にサキア会長は金日成主席と金正日総書記の人民大衆第一主義の政治理念が、今は敬愛する最高指導者金正恩委員長によってそのまま引き継がれていることを確信しました。全てを人民のために、全てを人民大衆に依拠して、全党が偉大な人民に熱心奉仕しようというスローガンを高く掲げ、人民のための政治を施している金正恩委員長の指導のもと、世界の中心に立っている朝鮮の現実から、サキア会長は朝鮮は人口や領土の大きさ、資源や財貨を誇る大国とは違う、世界で唯一無二の人民の強国だということを確信しました。それで2016年5月に書いた朝鮮偉大な人民の強国という文で自分の感想をこうしたためています。朝鮮は人民大衆第一主義に基づいて建設された全く新しいタイプの強国である。
これは1960年代から行ってきた祖先に対する取材と30数年にわたる地球思想の研究と普及活動に基づいて出した結論である。ある国の言論人が出した結論、高台氏とお話ししました。はしごで高いところに登る。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、険しい道も厭わず人民の幸せのための現地指導を続けています。1908年、2019年5月4日、金正恩委員長が久米川第二号発電所を訪れた時のことです。金正恩委員長はダムと発電機室などを見て、発電所がどのように建てられ、設備や発電能力はどうなのかつぶさに把握しました。この中小型の水力発電所は、久米郡の人たちが地元の実情に応じて自力で建てたものです。金正恩委員長は自力構成、国苦奮闘の革命精神を高く発揮した、その誇らしい君を高く評価し、発電所の能力通りに電気を生産できるよう助けてあげようと言って、発電機の取り付けなど具体的な対策を取りました。しばらく辺りを見回していた金正恩委員長は、調整池にかけられた橋に取り付けられた鉄製のはしごの方へ行きました。そのはしごは、交番の人がダムと水門の状態、水位などの巡視の際に利用するもので、傾斜が急で窮屈な作りでした。これまで多くの人が発電所に来ましたが、はしごで登った人はまだいませんでした。登校した人たちは当惑して引き止めましたが、金正恩委員長はためらうことなくはしごで上に登りました。橋の上で前景を眺めていた金正恩委員長は、いつも水をたたえているので、電気の生産はもちろん飲料水や農業用水にも利用できるだろうと言いました。そして発電機を増設して電気を十分生産するなら人民が喜ぶだろう、人民の生活上の問題を解決するため努めなければならないと言いました。続けて、電気問題を解決することについての党の政策を必ず実行して、軍の人民生活を向上させなければならないと改めて念をしました。その後、例のはしごは国中の人々の関心を引きました。今ははしごの脇に階段が作られています。けれど、発電所を訪れる人の誰もが約束でもしたかのように、はしごで上に登るのを決まったコースとみなしています。はしごで高いところに登る、高台氏とお話ししました。メタンガスの実用化目指して、そこでバイオエネルギーの利用範囲を広めるため進めています。メタンガス化が実現した職場や村が増えているのはその高齢です。南浦市チュンビマス市土地野菜専門共同農場のリージスンさんのお話です。家畜の排泄物を1週間にバケツ2つ分タンクに入れ続けるなら、炊事に必要なメタンガスはいくらでも得られます。メタンガス生産の廃棄物である発酵液は農作物の生育に良い肥料となります。メタンガスは貯蔵しておき、必要とされる時発電用エンジンを回して電気を生産できます。その電気は動力と照明用に使われます。車などの代替燃料化も可能で、オイルの節約にも大きく役立っています。メタンガスを利用する農村住宅では、屋外に設けられたタンクの上にハウスの形でフィルムをかぶせて、真冬にも家庭用の燃料を十分得ています。
メタンガスで炊事もし、暖房も保証しているので、燃料の心配など全くありません。発酵液を農作物の害虫駆除、養殖用の飼料に使ったり、残りカスは良質の肥料に使ったりします。このようなメリットからメタンガス化は、農産と畜産、養殖のサイクルシステムの実現に広く利用されます。エネルギー問題、動力問題、燃料問題の解決に役立つ一方、農業勤労者が文化的な生活環境で暮らし働くようにする微産学化は、人々により大きい実益をもたらすでしょう。メタンガスの実用化を目指して、講談してお話しました。